プール開きオープンスタートみんな行けスタートわみんなおしゃんなえとこちゃんとかめっちゃおしゃんじゃんえ大人っぽいねえかわよしばちゃんもセクシーやなこれ他の人からなんて言われてんのか気になる佐々木先輩の水着すごいあれいつからそんな姿佐々木いいポジションここいいポジション見つけた端っこ えここめっちゃいいここめっちゃいいここいいねなんで変態なんだよ登れるよいしょ。それ何？ね、何？何？当たってんだか外れてんだかわかんねえ。あ！当たった。Sorry, I missed. You missed. Yeah, I missed. これそれ？天才じゃん。行こうぜ。行こうぜ行けねえバカかよ花火を打ち上げます行くじゃあせーのっていうチャットが見えたら行きましょうあ、行っちゃってくださいいっちゃった行っちゃえやばーやだめっちゃ綺麗めっちゃ綺麗うわーあらーあーすごいやばめっちゃ可愛い本当だ星可愛いすごいあ、みんないろんな方向に当たってるねえわーいめっちゃ綺麗ありがとうめっちゃ綺麗あーあーあーはいこれはいチーズいいぜえやっとはい、OK でーす OK あーありがとうございますありがとうございますお待たせまた二次三次所属公式美少女錬金術師ライバーのアンジュカトリーナですこんばんは新要素を見たいと言って結局1ヶ月見なかった私ですとりあえずちょっと見たいなって思うのをチェック表にしてきましたういすどうも、まあ、久しぶりにマイクラのね二次三次サーバーのなんかプールを作ったらしくてですねまあ、本来ならプール行きたかったんですけど、まあ、まだ行けてないってことでこの海の日のこういう機会にですね行こうかななんてわあえ待ってもう見ちゃった魚かなと思って見たらなんか見たな今新要素いたななんか見てもいっかって思ったけどなんかあえプールは？あ、プールこれじゃない？うわ。え、めっちゃいいな。なんか、カエダハルに会った時に、僕とアマミア、どっちの建物、どっちが作った建物か一瞬でわかると思いますよ、みたいなこと言ってた。正直わかんない。サマープールやばいすごいじゃんこんなすごかったんだちょっと待ってねこれ今やってることがねこれじゃないからこっちに出しとくか一人プールロッカールームカエダハルえ何これどういうことこれ女人用じゃねじゃあカエダハルがいるってことはケイナがあれ男かえ、でもこっちは多分4人え、でもレオスもいるの なんでこれあロッカールームあもううち入り口で脱いだわあすごいみんなあロッカーに名前書いてる佐々木の禁断の扉なんだウルトラハイ飛び込みステージすべてを預けてね責任取れません預けっぱなしやんけつまりこんだけの人数が死んでるハッカーやばおい嘘だろ頑張れファイトおい見えねえってどこに落ちればいいのこれはちょ待ってちょ無理やって俺の46レベル返せよこれは
射撃場すごいな。一日時間潰せるタイプの遊園地タイプのプールだ。あ、2人用、なるほどね。うん、なるほど、全然いいけどね。全然私悔しくないしね。いいね、スイカ割り。あ、これなんか夏祭りの時もあったくね。目つぶってやるみたいな。これ一人じゃ無理やな。おい、クソむずそう。なんだこれ。え、畳あるんだけど。え、地図、これ地図なの。え、じゃあここ小野町さんの。いやもう小野町さんすげえわ。おせちしっかり。てかもそもそもハス、え、あ、なんかいるやん、アンジュさん。なんか一人プールの旅がもう一人って気まずい空気になってるんだけど。待ってくれ、一人でやるもんじゃないゲームに一人でいるときにもう一人来たらまずいって。こんにちはって打っとくか。こんにちは。終わったらスイカを再設置してね。スイカ割り、スイカ割り一人でやろうとしてた。スイカ割りって右とか言う人いないとできないんだけど。逆にこっちから行くか。質問主導権握ろ。まずはお一人ですか。お一人ですか。お、やめろよ。なんて送ればいい。おいおい、チャット苦手なんだって。そちらもお一人ですかにするか。はい、そちらもお一人ですか。おい、なんで控えちゃくんだよ。How about you が来たよ。はい、お揃いですね。はい、お揃いですね。悲しいな。でも一人じゃないんだっていう安心感はあるな。気まずい空間。マジで気まずくてくさ。夜になってきた。うわ、このスイカ割り一人じゃ難しいな。あれ、もしかして、あれ誘う、あれちこれ。うわ、このスイカ割り一人じゃ難しいな。これは大きくね、タイブラ姫。まるで一緒にスイカ割りをしたいというような一言。じゃあアンジュさんに教えてもらおうぜ。ナンパやん。逆にね、やってみたいけど一人じゃなあ。うん、やってみたいけど一人じゃなあ。さあアンジュさんも大きく出た。これはお誘い待ち。もうここは後がない、イブラヒム。うん、やってみたいけど一人じゃなあ。おい、話進まねえって、話進まねえって。俺らもしよかったらなんですけど。どうしよう、ちょっと待って、わかんないよ、本当にわかんない。だってイブラヒムさんと絡みゼロ。もしよかったらなんですけど。やってるとこなんでやねん。一緒にやろうや。やってるとこ見せてもらえませんからの。一緒にじゃなくて一人でやってるところを。え、ちょっと待って、それはさ、それは滑稽な様を上から見るVIP席の人やん。もしよかったらなんですけど。さあ来た。さあどのように誘うのか、イブラヒム。やってるところ見せてもらえませんか。なんとここで特に誘わない。これは意外だ。いや俺見るだけだから別に。どうしよう、どうしよう。いや、どうしたらいいんだ。ちょっと助けてくれ、助けて。ではよかったら一緒に。おい、ずりえ、ずりえ。来たアンジュカトリーナ。ではよかったら一緒にしませんか、海の日熱し。ドストレートな一発、渾身の右ストレートがイブラヒムの顎を捉えた。さあどうする、イブラヒム。もう後がない。いいですね、俺も同じことを思ってた。これ本当にお願いなんですけど、もし成功したら一緒にプール回りませんか。これでわざと失敗すればいいわけよ。これ完璧やね、これ。本当にお願いなんですけど、もし成功したら一緒にプール回りませんか。おっと、ここは大きく出たイブラヒム、男を見せました。いいですね、俺も同じこと思ってた、よかった。これ本当にお願いなんですけど、はあ、もし成功したら、はい、ちょっと待って、一緒に、え、何これ今安価でうち試されてるの。もし成功、ちょっと待って、いいですね、
いいですね、決まった試合終了、ゲームセット。これは熱い試合でした。そうですね、こんなに熱い試合は最近の二次三次サーバーで、あー村人来ちゃう。いいですね、じゃあやらしてもらいます。どうやってやんだよ。俺通話しなきゃできないことに気づいたって今。俺最悪や。こいつどう、じゃあやらしてもらう。待って、これチャットでチャットでだと無理なんだ。これだって目つぶったらコメントが見えないわけで、つまり通話をする。私イブラヒムさんと2人で話すの、アークの何かで一緒に一番下に落ちちゃった時だけなんだけど、多分2人っすねって言ったぐらいなんだけど。デザートイーグル全員ゲット。わーもう死にたくないよ。バカバカ、いつも呼ぶからな。え、生きてる、生きてる、え、生きてる、え、生きてる、生きてる、え、逆に死にたかったんだけど。ね、戻り方がないよ。戻れないから逆に。だったら救ってあげられますが。シェリンさん、一人しか選ばないんですか。いいっすよ、俺は強いんで。一人しか。俺強いんでいいっすよ。強いんでいいですよ。いや、いいですよ。あ、じゃあ赤羽さんで。え。いやでもありがとうございます。二人きりですね。そうっすね。どうしますこれ。あ、じゃあ通話します。あ、こんばんは。あ、もしもし。あ、もしもし。なんか、はい、たまたまちょっとお一人様同士でちょっと、ね、せっかくですもんね。運命かなって。あー、そうっすね。うちもそうっすね、感じましたね。そうっすよね。じゃあお願いしていいですか。じゃあ私が指示出しですか。はい、そうですね。もし成功したら全部一緒に回りましょう。いいっすね、回りましょう。もし成功したらなんで。そうっすね、そうっすね、なかなかね難しいでしょうから。ガチで成功させたいな。やっぱね、2人で回りたいっすよね。いや、アンジュさんと2人で回りたいっす。俺ちょっと目つぶってもらっていいっすか。はい、いいですよ、いつでも。とりあえず歩くんで。はい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 、行きますね。 OK です、 OK です。やばかったら言ってくださいね。はい、はい、はいはいはい、 OK です。左いいっすよ、左です、左です、左、ちょっと回って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 、どうすか角度。まだまだす、まだ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 、はい、まだまだいける、まだいける、まだいける、はい、まだまだ、どうすか。もうちょい、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  OK。 もう多分私の気配を感じると思うので、私のこっちに。そうだ、アンジュさんいるんだった。そう、私の匂いのする方に。いや、そ、うわぁ。はい。それはまっすぐ来れます。ちょっと進んでみてもらっていいですか。アンジュさんの指示分かりやすい。あ、ちょっと待って、危ない危ない。右にくるっと、ちょっと、あの、エイムを右にちょっとだけ合わせて。で、まっすぐ。アンジュさんの声が左の方から聞こえるかも。あ、ほんとっす。俺アンジュさんの声の方行っちゃうわ、つい。あ、ほんとっすか。であればもう、あ、ちょっ、やばそう、大丈夫っす。夜が明けました、ちなみに。そして、夜が明けちゃったか。夜が明けました。一晩経ったんだ。一晩経ちましたね。こんなもんかな。いや、もうちょっとかな。もうちょっとかな。成功させたいですもんね、もちろん。私と回りたいですもんね。もちろん、いや、そうっすよね。本当にそう。そのために俺二時三時やってんだから。そう、あ、そうなんだ。ウィキ誰か更新しといて、じゃあ。まだ右。ま、右に進みます。あ、いいっすね、いいっすよ、目合ってます。今めっちゃ目合ってます。いい、目合ってる、目合ってる。めっちゃ目合ってます。全然目つぶってはいる。一応ね。そうっすね、そういえばね。行きますよ、前行きますよ。はいはい。もうまっすぐダーって言ってくれですね。ダーでいいんすか？ダー、割とダーめの。わー、待って。いや、でも、いや、悪くない。気持ちなんか左行きたいな、よりのまっすぐで。ちょい左まっすぐ。ちなみに本当にもうすぐついてしまう可能性まで。まあまあいいことなんですよね。あ、いや、なんすか、別に。いや、いや、全然、いや、全然、全然、全然。いや、全然、ちょっと、もうちょっと左、じゃあ、左ちょい向いてまっすぐみたいな感じですかね。左ちょい向いてまっすぐ。左ちょい向いてまっすぐ。あ、いいっすね、あ、いい、あ、うまい、いいですよ、いいですよ。
でそれをじゃあもう、はい、右グイーン行ってもろて右グインだです。あ、そしてほんまや、じゃあ左でした左グインだですね。左グインだだいいんすか。だ割とだだだだぐらいの行きますよ。はい、ストップ。あ、待って、え、どうなりました。結構ストップからちょっと歩いちゃったかも。そうっすね。ちょっとあの、じゃあ、あの、真後ろ向く感じできますか。真後ろ向く感じ。真後ろ向いてもらって。はい。真後ろ向いて。今どういう状況ですか。今全然大丈夫です。全然大丈夫です。今全然大丈夫なので。大丈夫か。今全然大丈夫なので。はい。で、進んでもらって。進んでジャンプしてもらいます。ジャンプ前押し。ジャンプの場所ありました。ありますジャンプ前押し。ジャンプ前気持ちまるで一段登るかのようなモーションしてもらいました。はい、オッケーです。行きますよ。あ、オッケーです。いいっすね。いい感じです。まっすぐっすね。ちょっと待って。え、止めないと行っちゃいますよ俺。ちょっと待って、気持ち左向いての気持ちね、なんか、そよ風感じるぐらいに左向いて、はい、で、まっすぐ来れますか。まっすぐ、はい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 いいっすね、で、もう一回次、そよ風右向いてもらう。待って、そよ風右もう完全に目合ってますよ、私たち。完全に目合ってる。いや、もう運命ですよ、もうそこかな。もうそこで目の前殴ったらもうただやばもう殴りますね。殴るよ。いや、うまい感じに来れましたね。やっぱ愛の力っすかね。殴れてる。ま、な、叩いてる。あれ、もしかしてブロックの壊し方知らない。いた、いて、なんでだ。いや、全然大丈夫っすよ。全然大丈夫っす。そういうのも大丈夫です。下とか上とかってことですよね。下っすかね。気持ち下向いての。あ、いいっすね、いいっすよ。これかな。え、でもこれスイカ殴ってる気がする俺。いや、それ違いますね。もうちょっと上ですね。もうちょい上。そこもポコポコ叩いてるな。じゃあもうちょい下か。いや、俺そこな気がするんだけどな。あれ、もしかして一緒に回りたくないとかあります。いや、そんなことないですもんね。そんなことないですもんね。に会えて嬉しいですね。いや、そうっすもん。誘ってきたのそっちっすもんね、はい、その気にさせたのそっちっすもんね。まあ、いや、まあ誘わなきゃ失礼かなっていう。いや、やめて、気遣い。わ、あ、割れた。割れたっすね。え、めっちゃ嬉しい。え、目開けるよ。あ、いいっすよ。うわ、え、オランジュさんとプール一緒に回れる。まあ、そうっすね。めっちゃ嬉しい。うわ、指示めっちゃ分かりやすかった。そうっすよね。やっぱその、ニュアンスがね、女性らしいその言い方が多分また良かったと思うんですよね。確かに、なんか結構、うん、なんでジャンプしたんだろう。いや、ジャンプはそのあのここの部分ですね。こっからここまで飛んだんすよ。俺そう、うわー、そうなんす。な、うわ、俺そんなの生まれて初めてできたから、やっぱアンジュさんのおかげかも。回るっすよね。回りますか。おすすめの場所あるっす。あ、本当っすか。行きましょう。じゃあ絶対楽しんでくれると思うな。胸痛くなってきた。どうすか、なんか前もって場所調べとく系の人は。あ、いいっす、ここなんすけど。ちなみに、あの、嘘つく女ってどう思います。まあ、必ずしも嘘ってやっぱ悪いことじゃないと思いますし、ね、そうですよね。人を幸せにする嘘なら俺は好きですよ。そうですよね。いや、ですよね。よかった。これ登ってもらっていいっすか。はいはい。あ、いいっすよ。え、これ、めっちゃ上がりますね。え、何？なんかもう本当にちょっと二次三次サーバーでここにしかない。はいはいはい。絶対楽しんでくれると思うな。
本当ですか、私のためにちょっと探しといてくれたんですか。いやもう当たり前じゃないですか。あ、なるほど。でも今マイクラやってくれてるのも私がいるのを見て始めてくれたってことなんですね。いやマジでそう。いやちなみによかった。え、アンジュさんプール行くならもしかしたら会えるかもと思って。あ、やっぱそうっすよね。はい、これ飛び込んで下に水が張ってあって。本当ですか。あ、そうですそうですよ。描写範囲以外なんですけど、ちょっと待って、本当に。いや、これだから本当にすごいんですよ。めっちゃ綺麗ですよ、マジで、はい、これ私一人で。いや、もう順番に行くしかないかな。あー、うんうんうん、なるほど、そうっすよね、そうっすよね、うんうんうん、じゃあ行きますね。まあこれもデートの一環なんすもんね。いや、もちろんもちろんもちろん。あー、そうっすよね。何言ってんすか。え、じゃあちょっと飛びますね。絶対似合うと思うし、飛び込んでる姿。どういうことか聞いていい、それは。詳細聞いていいか。スッスッってこう、なんか水しぶきとかが多分立たない方が美しいと思うんで。あー、うんっていうね、その、うんうん、すげえうまそうって話ですかね。うまそう、うん、じゃあ行きますね。じゃあ下で待ってますね。はい、いやこれ落ちる時の景色楽しみだな。うわー、絶対喜んでくれると思うな。じゃあ行きますね、うん、じゃあ下で待ってるんで。はい、いいっすよ。はい、行ってきます。じゃあ。あぶねー、危ねえ、マジで危ねえんだけど。殺されるとこだったって。待って、成功してる。はい、行ってきます。じゃあ。あ、待って、あ、でも待って、あ、あ、すごい。え、なにどこ行くの。え、これどこ行くの。え、これ、うわぁ、え、え、どこ、なに、あれ、あれ、イブラヒムさん、あれ、待って、すごい切れてんだけど、なに。待って、死んでない、死んでない、待って待って待って、死んでない。あ、え、綺麗だった。え、綺麗だった。あ、綺麗って、あれ、これ成功してて腐ってコメントがめっちゃ流れてるんですけど、あれもしかして、なんか、いや、でもこれでよかったんですよね。俺は失敗したしね、なんなら。マジか。いや、すごい良かったっす。いや、すごい良かったっすよ。すごい。いや、見せてくれてありがとうございました。めちゃめちゃ綺麗でした。いや、マジで。マジで、そうなんですよ、これ。そう、これ見せたかったんですね。いや、確かにすごい綺麗でした。いいなと思って、やっぱ。あー、そっか、そうっすよね。成功しやすいもんな。そうっすよね。それで良かったんですもんね。うん、ちなみにさっき一瞬通話抜けた理由聞いていいっすか。いや、回線かな。あー、なんかちょっと飛び降りた瞬間に抜けるのが見えたんで。いや、ちょっと高度高いとちょっと回線が。あー、なるほど。あー、確かにかなり差がありましたか。そう、差があって、うん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 、やっぱ山の上とやっぱ地上ではね、圏外になりやすい。そうですよね、だいぶ遠いですから。確かに結構なんかプツプツしてたかも、うんうんうん、なら仕方ないですね、それは仕方ないです。なんか気になるとことかあります。困ってます。今全然困ってないですよね。いや、めっちゃ嬉しいし。あ、そうっすよね、そうっすよね、うん、めっちゃ嬉しい。じゃあ、あのなんかすごい高い滑り台、あれ行きますか。あれ俺も行きたいと思ったし、あれ行きたいっすよね。そうですよね、うん、楽しみ。いいな、一緒に行けるのやっぱ嬉しいっすよね。嬉しい、めっちゃ嬉しい。これ何、だって虹サバで一番楽しみにしてたしね。そうっすよね、私と回るのが一番楽しみでしたもんね。うん、うわ、これ大丈夫ですか。水冷たいかも。あ、いや、最初足だけ入った方がいいかも。大丈夫かな。あ、うわ、冷た。うわ、じゃ一緒に入っちゃおうかな。うわ、冷た。うわ、冷たい。わー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 、生きてこそできること増えます。うわ、いいっすね。どこにする、これ。なんかめっちゃ虹、うわ、綺麗、めっちゃ綺麗。綺麗っすね、上からの景色もいいっすね。じゃあ俺この青にしちゃおうかな。じゃあよこの、ま、混ぜた。隣来てくれるんだな。隣、お願い、ちょっと行っちゃおうかな。じゃあ、せーので一緒に行きましょうか。せーので行きますか。せーので行きますか。せーの。はい。うわーわー、うわ、すごい高い、綺麗、怖い、すごい、カラフル、全体が見えます。うわ、すごい、ね、え、いや、わー、いいですね、これ。こんな高さの、なかなか経験できないからな。もっと早く行けばよかったな。いや、そうっすね。うわー、いいな、これ。いや、いいですね、やっぱこう並んでいけるのいいっすね。うわー、めっちゃ嬉しい。なんか、うわ、横向いたらアンジュさんいるやん。
目、うる、目、目、合っちゃいますね。緊張するかも、ちょっと。目、いや、いいんすよ、そんな感じ。なんだろう、この心臓の音。なんか、これを機に呼び方とか、あ、そう、あ、いいっすね。呼び方、呼び方とかなんか。なんかあるんすか、呼んでほしいやつ。いや、逆になんかこう、ないんすか、やっぱ、憧れの私に呼んでほしいみたいな。うわないよ、ね、イブ、イブくんで。はい、じゃあ、イブ、え、めっちゃはずい、めっちゃはずい。え、めっちゃはずい。じゃあ、私のことはこう、うん、あーちゃんって呼んでもらっていいすか。あーちゃんなんだ。あーちゃん、あーちゃん何すこれなんか屋台とか見る、あーちゃんこれ。いや、じゃあイブくんが見たいから見ようかな。一緒に見れんの、うん、なんかこれなんだろうね、これ運が良くなったって。あ、いいっすね、本当に運いい気がするな俺。いや、そう、そんなね、なかなかないっすから、今までそんな話したことなかったのにみたいなね。ねえ、あー、もう売り切れかも。あー、売り切れっぽいっすね。うわ、一緒に楽しみたかったのに。いや、でも回ってるだけで楽しいみたいなところあるもんね。あの、確かに、あん、ねえ、あーちゃんと、ね、やめてよ、そんなことちょっとはずいよ、みんな見てるんだよ、だってこれ。あー、ごめんごめん、イブくん、ごめんね、ごめんね。そういうのはね、ちょっと配信終わってからの方がいいかも。あ、そうっすね、確かに。終わってから言うわ。そうだよね、うん、だよね、うんうん、これはなんか、うんうんうん、パピコだって、パピコ。わ、すごい、半分こにできちゃうやつやん。じゃあ半分こしよう。あ、いいっすね。あ、お腹いっぱいだ。うちもいっぱいっす。あ、これとかめっちゃ楽しいよ。あ、これすごい、普通にすごい。へえ。なんか下に宝があるんだって。はあ、なるほどなるほど。うん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 。もしかして来たことある？あの、あーちゃんと会う前に一回ここだけちょっと見ちゃった。結構あれ嫉妬するタイプ？先に見てるの。いや、全然、むしろエスコートしてくれてるんだなって思ったら全然。なんかいるじゃん、結構初見で一緒に見たかったみたいなの。いや、まあでもやっぱりこう、イブくんきっと年下だから、こうね、年上の私にこうね、ちょっと大人なとこ見せたかったんだろうなと思ってるから。うんうん、そっか全然嬉しいよ。じゃあ潜っていいよ。え、あ、下にね、宝物あるから。ああ、じゃあ、うん、じゃあ潜ってこれね。うん、これ絶対ここの下にある。ん、絶対ある、絶対ある。これなんだ。ああ、こうか、はいはい。ん、いたいた。あ、これか。あ、普通に宝あった、宝あった、宝。待って、普通に死ぬわ。ちょっと待って。あー、危なかった。大丈夫？あ、よかったー。今手をちょっと差し伸べようと思って。あ、差し伸べてくれて、あ、ごめんごめん、ちょうど手に当たっちゃったのかな。そうすごいボゴッと落としたから何かと思った。危なかったね。びっくりした。あ、ちょ、もう一回行こうこれ。そうだね、行こうか、うんうん、一緒に飛び込みたいかも。うん、そうね、じゃあ同時に行こうか。同時に行きたいかも。うん、うわ、高っ。何回見ても高いなこれ。いや、ワクワクするよね。ワクワクする、ワクワクする。ワクワクするよね。うん。うん、ワクワクする。え、もっと同時に行ってたら一緒に今手つないで登れてたのにね。あ、せーので、じゃあ行くよ。行くよ、せーの。ほい。あれ？イブくん。降りてるよ、降りてるよ、降りてるよ。イブ、あ、降りてるよ、よかった。あ。危ねえ、めっちゃ、うわ、もう1回目で、待って、ちょっといるって。え、ちょ、待って、もうベッド触ってるって。ほい、あれ、イブくん、え、降りてるよ、降りてるよ、降りてるよ。あ、降りてるよ、よかった。あ、あれ、イブくんがいない、なんで。一緒って言ったのに。帰るか。なんか
割と悪夢寄りだったな。イブくんは成功したのかな。してるといいね。いた気まずそう。探しています。いやもう、うわ楽しかった。戻ってか、こんにちは。よかった、よかった。じゃあちょっと帰ろうか。そう、うん、ね、帰ろっか。あ、うん、まさかね、ベッド触ってるとは思わなかったし、ね、ごめんね、あのちょ、ごめんね、ご飯食べるときに。いやいやいや、全然全然、そうだよね、そうだよね、うん、あとはちょっと思ったんだよね。帰ろうか。楽しかった。そうね、いや今日楽しかった。またなんかね、二人で、うん、二人でどっか行きたい。 ね、 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 ね、どっかね、ね、今度は水族館とかどうかな。あー、いいね、いい。またね、なんか虹さんでなんかこういうのあったら、あったらね。行きたい。そう、行きたい。行くのも一つの、嬉しい。ね、ね、あーちゃんからそんなこと言ってくるなんて嬉しい。いや、うん、本当はイブくんから言って欲しかったけど、全然大丈夫だよ。気づかなくてごめんね。いや、大丈夫。じゃあ声質別だと思うし、ここで一旦、じゃあまた後でね。だよね、うん、そうね、うん、じゃあまたね、バイバイ。バイバイ、また後でね。また出たら待ってるから、じゃあね、うん、待ってるから。やば、急げ、まずい。これが束縛の呪いですか。もうなんでこんなことなった。もう最悪、マジで。もう何これ、あぶね。ふふ、シャワー浴びるか。イブくん待ってくれてるらしいからな。いや、一緒に回れてよかったな。じゃあそろそろ出ても大丈夫かな。じゃあそろそろ出ようかな。じゃあイブくん待ってくれとるやろから行こうかな。あ、イブくんかと思った。違うな、誰。あれ、にしてもイブくん遅いな。どこ行っちゃったんだろう。迷子になってないかな。私これどうしたらいい。この時間一番惨めなんだけど。最後にじゃあそのイブくん、今日とっても楽しかった。ちょっと急ぎの量がこれで丸くなるんじゃないんですか。おい、気使ってきたって。今日とっても楽しかった。ちょっと急ぎの用が入っちゃったから今日は先に帰るね、ごめんね。さあ、じゃあ一人プール満喫中終わったから新要素見に行こうか。日も暮れてきたな。楽しかった。俺も、あーちゃん、いや返事すな。そっか、分かった。また遊びに行きたいね。今度は水族館しか浮かばないの、なんなん。ちょっとマジで死ねなくてごめんなってなった。ゆうくん、今日とっても楽しかった。ちょっと急ぎの用が入っちゃったから今日は先に帰るね、ごめんね。地獄がよ。俺もあーちゃんとのプール楽しかった。そっか、分かった。また遊びに来てね、水族館と。突っ込まないでおこうかな。地獄がよって言ってあげようかと思ったけど、これ突っ込まない方が幸せなのかもしれんな。何も見てない。忘れよう、みんな。俺たちは何も見ていない。忘れよう、忘れてあげよう。忘れる優しさだこれは。歯食いしばれ、お前らのほっぺたを今一人ずつ叩くからな。ほら、忘れろ、ほら、忘れろ、みんな、忘れろ、ほら、吐くしまれ、ほら、忘れろ。みなさん、こんにちは、こんばんは。おはごちゃん、おはごちゃん、おはごちゃん。頭のひまわりがチャームポイント、ほんま、ひまわりです。本日は、虹三時サーバープール日
開きかっこ遅刻と題して本日はマイグラドのプールを見に行きたいと思います。あんたこれだ、すごい、うわーすごーい、え、すごい、え、すごい、プールマン、うわーすごい、ちょ、タワマンから見たい、いて、すごい、見て、うわー、ロッカールーム、あ、ほんとだ、心アマミヤ、あ、みんな名前書いてんの、佐々木の禁断の扉、よし、じゃあ2時3時プール遅刻したけど楽しんできます、ゴー。うわ、どっから行こうかな、すごい、プールマップ地図、うおー、こんな感じでなってたんだ、流れるプールあるよ、お、ここはなんだ、射撃場ルール、え、あ、これ二人用、え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 、誰か、え、誰か一緒に的当てしてください、あ、本間先輩が的当て募集してる、行くか、でもなんかちょっとあれかな、場所でいいのかな。もしよろしければ近くにいるので、まあ、的を当てしたいです、お、近くにいるので的当てしたいです、いいですか、お、ポンとね、イスちゃん、ありがとう、うわ、初めて絡む、ありがとう、一緒にお願いします、あ、やったー、ほんま先輩と的当てでいいだろお前ら、みんなはできないけど私はできるんだな、プール向かいます、ワクワク、やばい、ポンと姉ちゃん今初めてだ、ドキドキする、チラッ、あははは、先輩やったー、ボイちゃんどうですか、喋れたら、あ、いいの、いいのかな、いいのかな、あ、もしもし、もしもし、あー、あー、すいません声でかくなっちゃった、よろしくお願いします、ポンとで申します、そうです、よろしくお願いします、お願いします、うわー、本物だ、え、本物だ、本物だ、いいね、ありがとう、嬉しい、あ、なんかイブちゃんが寝てるわ、イブちゃんも来る、イブちゃんも来る、ポンピマンがなんかやってるわ、デート誘われてる、嘘でしょ、プールのところ、そうなんだ、はい、行きました行きました、行かね、遅刻組だから、ちょっと今日は、はい、え、イブちゃん来ないの、え、え、イブちゃん、どうしたんだろう、え、なんで、え、なんかイブちゃんってなんかプールの日なんかあったりしたの、いや、なんか噂によるとなんですけど、 噂、うん、噂によるとなんですけど、まあ、後日プールに行った際になんかなんか地獄を見たっぽいんですよね、うん、なんかトラウマがあるみたいな、え、聞いたような気がするんですけど、 あ、そうなんだ、俺にはプールにちょっと大事な思い出がある、あ、ある、 あ、これあんまり、そうか、あんま話したくないやつだ、イブちゃんが多分話しないかもしれないですトラウマって言うなよ、トラウマとは一言も言ってないだろ、ちょっと大事な思い出が、もう忘れられない思い出があるからさ、あーちゃんだったら言ってた、言ってたね、ライバーの中で父親にするならお姉ちゃんにするならみたいなのをね、ガンガン決めていきますよと、サルナがイブライブさん、イブくんなんだ、そこイブライブ、誕生日とかさ、プレゼントしっかり毎年呼んでくれそうなんだ、案外姉ちゃんって呼んでくれそう、そうそう、関係ないけど、私とイブくん、イブくんとあーちゃん呼びの中なんだ、あ、うん、あ、うん、あれ興味ない、あれ何あれ、私もみんなどう反応してほしいみんな、こんにちは、イブラヒムです、
ちょっとあーちゃんにはイブくんって言われてるんだけど。あ、そうですね、誕生日はやっぱイブくんに祝ってほしくて電話かけちゃった。いやちょっとごめんね、なんか全然いろいろ用意してなくて。あ、全然もうこうやって話せただけで嬉しいから、うんうん、ね、いやそう言ってもらえると俺も嬉しいよ。あ、だよね。誕生日なんか欲しいものある？やっぱりこうまたイブくんと一緒にデートできたらいいかなって思うけど。え、どうしたの、どうしたのイブくん。うん、嬉しい。あ、だよねだよねだよね、冬になるからね。そうだそうだよね、そうだよね。なんかクリスマスとかあるし。わ、ちょっと待って、ちょっと大丈夫、ちょっと待って、ちょっともう、え、ね、クリスマスね、あるしね。ね、あるね、あるってだけあるでしょ。ありますけど。そうね、あーちゃんの好きなところ聞いていいかな。いっぱいあると思うんだけどね。もう本当に無数に出てくる、うんうん、まあまあまあいつも言ってることなんだけどさ、サムネイル作るのがめっちゃうまい。いやね、ちょっと違うじゃん。いやこれ本当にあーちゃんの好きなとこなんだよな。あ、なるほどね、そういうところがきっかけで始まった恋みたいな感じ、うん、まあまあ恋っていうか、まあそう、めっちゃ好きなところなんだ。そうなんじゃ、私今後もイブくんのことときめかせられるように頑張ってサムネイル作るね。いやめっちゃ嬉しい。いいの？じゃあクリスマスの配信は私がサムネ作るね。え、クリスマスの配信ん、クリスマスのデート配信。 あ、いやまあ、うんうん、はい、空いてたらね。ね、あらいーす。あー、なんか二次フェスすごかったね。出たーちゃん、なんか隣愛したから帰ったかって。別に意味はない、隣愛したから帰っただけ。ほぼ最後の方に書いたんだよ、あのフラッグみたいな。ハートは、いやいや、ハート書くルールなのかなって。何も意味はない。フラッグの話をツイッターでして、なんかみんながざわつくから様子がおかしいなと思ってフラッグ見たら、イブラヒムさんのサイン真横にあって、なんかあれだってあのね、もうイブくんったらって感じなんですけどね。マジでびっくりしたよね。マジでマジな方のびっくりした。二度見したもんね。んんつって、ブラスト、それあーちゃんに教えてくるわ、スプラ。あ、来た、イブくん、イブくん平均来た、もしかしてマジ、TA? 本当だったんだ。大体は商業だけプラガチ。これはまあっちはどう思ってるか分かんないけど、俺はガチでやっぱあの思いは伝えてるつもりではある。クリスマスとかみんなでプラナド見たいしな、普通に。クリスマスは予定あるだろう。いや、ないよ、別に。何の話、クリスマスの予定って。今更だけども、どこまで突き進んでいいのかも分からんラインまで来ちゃったし、どうなっちまうんだろうな、このまま何も考えずに行ってしまったら。クリスマス一応俺予定開けとくわ。じゃあ、なんとは言わんけど、あのプールで待ってよ。何を言ってる、クリスマスにプールが寒くて死ぬだろ。始まりの場所で待ってますだけ送って、マイクラで待ってようかな。ねえ、24日にはコラボがあります。誰でしょうね2人予定ですね。またヤシロか、ヤシロさんのわけないだろイブくんでもないけど、クリスマスどうしよう、イブくん、本当にどうすればいいの、どうすればいいかわからないまま、とりあえず予定開けてるんだけど、この状況なんなん、なんで私予定開けてるんだって思いながら、一番わけわからん、本当に意味がわからなすぎて、予定開けて、まあいいよ俺らにも分かる、うちだって分かんないよはい、というわけでこちらが光のクリスマス会場です。闇が裏で行われてる。裏で、ね、どう、なんかどうやらマジで偶然なんだけど、ね、開始時間とか、うん、あの日付とか、はいはいはい、闇のクリスマスがお互いの同期によって行われてるらしくてな、どうするんだろうな、ね、あれはあれで気になるから、被ってなかったらちょっと見たかったんだけどね。見たい、見たい、見たかった、めっちゃ見たかった。本日のポケモン SV 視聴者参加企画のフィギシューだ。視聴者から配信中に交換してもらったポケモンで対戦。うん、お、いいね、いいの来たねちょっとリネ様の方にめっちゃおもろいの来ました。いや、あの一家ネズミが来ました家族になってんだけどうち、ち
寂い。まあこういうとこ見せんのもなんかちょっと、まあ、違うかなっていうのを思ったんだけど、やっぱ俺今幸せだから、まあ、みんなにもお裾分けしたいなと思って、まあ、今日ついにクリスマスということで、あーちゃんお家に呼んでます。わ、お待たせ、待った、アイブくん。あ、ちょっとすごい寒かったよ。いらっしゃい。あ、ここイブくんちなんだ。ここごめんね、なんかちょっといきなり家呼んじゃって。いや全然全然、予定はやっぱ開けてたし。そうだよね。いや、そう一応そのプレゼントとかもね、うん、用意してるからこれです。うんうん、おだ、これはすごい。これいや喜ぶかなって思って、もしかしたらこれマインスイーパーっていうちょっと有名なゲームなんだけど、爆発させないように全部のその地雷を除去できたら、思いは本物なのかなって。そう、そういうことだよね。うん、そう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 って思うんだ。爆発したら、まあだからそれはもうしたら、うん、なんてのは考えらんないよ、あーちゃん。俺、まあそうだよね。まあうちらのラブパワーがあれば爆発なんてするわけないしね。もしそうだよね、あのイブ君も終わらせたくないから必死で爆弾踏まないもんね。いていい、じゃあいいよ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 、真ん中あたりドキドキするね、1個目ね。いや、ドキドキする。これあれかな、あーちゃんと一緒だからかな、うん、多分そう。いいよ、押しちゃいな。行くよ行くよ。うん、見てるから。うん、なんでだよ。っていうのはさ、冗談やん。まあ、まあ、一回もうびっくりで、これサプライズみたいな。いや、っていうね、っていうのはもう本当に今のは一旦なしで次本気でやろ。あのね、事前にのっと違ったからびっくりしちゃった。いいよ。あのね、普通は引かないんだけど、うん、そうだよね。じゃあ次私1個目行ってみていい？お願いしていい？じゃあここ、よし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 。そらそうよ、普通真ん中ないんだから。全然。あー、よかった。どうしたの、イブくん。どうしたの、どうしたの。ごめん、ちょっとあれ心臓痛い。大丈夫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 。それ恋ってことだよ。そうだよね、そうだよね、今更だよね、今更だよね。ここの2のところがもう確定したって言っても過言ではないよね、あーちゃん。これそうだね、うんうんうん、間違ったら言ってほしい。そうだね、爆発させたくないからね、ずっと続けたいから、うん、ずっと続けたいから、うんうん、これもしかしてこの旗の右上の2個爆弾なんじゃない？え、ほんと？え、ちょっと待って、ほんとそれ？え、だってまずここはそうだよね。そこだよね。伝わってないわけない。ないよね。ね、だって、うんうんうん、だって俺たちだもん。だって今私たち手繋いでるもんね。そうだよね。手。画面下映ってないからみんな見えない。手繋いでたんだっけ？手繋いでるから。そんな手長かったっけ、あーちゃん？ちょっと、うん。なんかあーちゃんと住むならこういう家がいいな。この間取り素敵じゃない？そう、ね、大体これ何平米、これなんだろう、わかんない。まあでもそう、そうだよね、うん、なんか2人ならきっとね、2人ならちょうどいいよね、多分ね。ね、じゃあ右は子供部屋かな。え、じゃあちゃん、ちょっとそれはちょっと将来のことすぎるって。あ、だよね、配信中だしね、これやめとこうか、やめとこうか、ちゃん。ここも行け、あ、すごい、すげー。え、何部屋にする？ここ何3平米あるけど、平米で3、バカ狭いけど、ちょっと待って。ここ3平米だよね、だってここの3マス目、畳3枚と見ていいよ ね、 畳はそれ、あ、それぐらい、だいたい6個で畳1枚ぐらいなの。すごい、どんどん進む、すごい速度で目で追えないよ。ごめんごめんごめん。あ、ちゃん、やばい、どうしたの？全然意図してない。まずいかもな、あーちゃん、俺これ。よくマジなごめん言ったよね。あーちゃん、俺ダメかも。どうしたの、イブ君？心臓の音聞いて、ちょっと俺の。分かった。うん。すごい早いよ、イブ君。すごい早いんだ。俺死のうとしてるかも今。いや、ずっと一緒にいたかったけど。イブ君、そんな嫌だ
ごめん。本当ごめん。だよ、イブコ。そんな。また生まれ変わったらさ、一緒にマインスイーパーやってくれる。当たり前じゃん。次は一緒にもう一個への難易度やろうね。ありがとう、あーちゃん。イブくん、ゆうくん、ゆうくん、どっち、あ、ゆうくん来た、あーちゃん終わろ、あーちゃん終わろ、終わろ。わ、なんか焼いてる、あれ誰にした？配信外マジ、配信外マジ。これ以上聞いたらまずい。まずい、やめろ。これ以上アンジさんの配信外での鼻歌を拾えるんじゃない。やめろ。こんにちは、配信外か。こんにちは、こんにちは、元気ですか？元気です。何ですかその乗り物は。こっちですか？はい、チチチチです。なんて物騒な名前なんだ、やべ。兄貴兄貴見ない方がいいです、あれ。兄貴、あ、すいません、ちょっと兄貴、兄貴っすか、がいて、はい、兄貴がいて。あ、こんにちは。結構うち、平和で、平和にやってるんですよ。あ、そうなんす。もうなんか楽しいことやりません？笑顔？ラブ&ピース？楽しいことやりません？普通にって感じでやってるんですけど。あ、ラブ&ピースですか？はい、ラブ&ピースで。え、雪山済みっすか？雪山初です、今日。うわ、ちょっとすいません、診断者で。いや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 、なんか全然楽しいことやってくれればいいなとか思ってるだけなんで、俺は。楽しいこと、楽しくやってくれたら。楽しいことマジにいるんだけど。みんな、お客さん来た。あ、どうも。店長、こんにちは。こちら、店長代理の店長代理です。店長代理さん。はい、あ、まあなんか兄貴が店長だったんですけど、はい、まあ亡くなっちゃって。 あ、ごめん、ちょ、みんなの前で亡くなったとかあんま言えないで。亡くなっちゃって、暗い話しちゃいちゃ、はいはい。で、店長、まあこいつ弟なんですけど、あ、本当は兄貴と同じ職場でやっていくっていうのはちょっとプライド許さなかったんですけど、もうなんとか説得して今こうちの店舗来てもらってるんですよ。なるほど。でも兄貴さんは兄貴亡くなったっす。お悔やみ申し上げます。あ、すいません、本当にありがとうございます。ちょっとじゃあ案内しますね。ありがとうございます。あと行ける、あとってあれだっけ、あ、
あくんってあれだっけ、結構だよね、だよね、そうだよね。え、どこ行ってどこ。あ、すいません、すいません、こちらです。はい、あっくん、あっくん、はんちゃん、なんだろう、他悲しさで気がめいってるのかな。まあ、大切な人だったんだね、兄貴は。あ、今兄貴の話してます。あ、いや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 、全然全然。あ、雪山スタートで、はいはい、最初はで、やっぱりあの環境も厳しかったんで、はいはい、まあ、そんなところで やっと一緒に働くことになった、まあ、店長と出会ったって感じですかね。あー、悲しいですね、いなくなっちゃって。亡くなっちゃって、結構馬先の雰囲気も悪くなっちゃったりしたんで。あ、そう、あ、やりづらいっすね、それだいぶ。なんとか持ち直して。いや、今が大事な時期だ。そう、今ちょっとこう、まあ、新規メンバーというか、オープニングスタッフ皆さんね、あの働いてくれてるんですけど、まあ、新規メンバーもちょっと揃えていこうかなみたいな。イブちゃんちょっとおかしかった。ちょっと踏ん張りどころな。楽しみにくれて今、いや、言わないでも、これは心の傷を負ってる、クリスマスで。はい、まあ、うち全然そのあれですかね、なんか本当欲しい分だけ取って、欲しい分だけで生活するだけなんで。自給自足ってやつ、ね、はい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 、まあそうですね。まああんまりね、自給自足とか言っちゃうと、まあ、気取ってるのかなと思われちゃう。あんま良くない。あ、そうなんだ。全然そんなつもりないんですけど、まあ、まあ命はやっぱりその人な分だけっていうのはうちの。はい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 。イブちゃんどうしちゃったんだろう。まあ、見てください、カワウソなんかもいたっちゃったりして。ほんとだー。でも魚ないな。魚ないね。魚ないっすもんね。この辺ほんとにカワウソもいっぱいいるんで。うんうん、手やく。いいっすねー。頑張れ。すごーい。何ここ。こちらです。こちらでね、なんか釣りなんかしちゃったりして、ね、あらあらあら、こんなところに。イブラヒム今心癒してる。そっかそっかそっか。クリスマスにお家でって結構深がちみたいな。ふんちゃん、あのさ、奥に家建てたいんだけどさ、解体とかできたりしませんか。はい、いつでもいいから、うん、思い出とか大丈夫。大丈夫。アギありがとう。アッくん、俺行ってくるよ。え、でかすぎる。アッくん、アッくん、アッくんが死んでから、うちもまだ頑張ってされてるから安心してくれよな。いい家族なのかな。